After graduating high school, I decided to go to FFRC. During my 2 years in this college, I spent a lot of time studying English. After receiving my degree, I transferred to Ramsey University from their third year, majoring in international business. Due to the COVID situation around the globe, I was forced to take online course for the first few months. Hopefully, I'll be able to fly sometime this winter. 英語に興味を持ったきっかけはワンオクロックに出会ったのがきっかけです。当時高校2年生だった僕はワンオクロックにハマって、ワンオクロックのボーカルのタカのような英語が喋れるようになりたいと英語を勉強し始めました。この学校について知ったのは大学受験に失敗した後の時でした。高校の時の恩師からの紹介で知りました。この学校に通えば大学3年時から編入できたり、世界30カ国以上の学生が在籍していることも知ったので、この学校にしようと思いました。ここで2年間勉強して海外大学に3年時から編入するというプランを立てました。海外大学に3年時から編入できるので、経済的にも留学費用を抑えることができたり、オープンキャンパスを通じて海外留学経験の豊富な先生方やネイティブの先生方がたくさんいらっしゃることも知ったので、心強く感じました。FFLC では日本語を学びたい世界中から来た学生がたくさんいるので、日本にいながらまるで留学しているような体験が毎日できますし、ここで作った友達は将来自分が国際的な仕事をするとなった際、必ず強いネットワークとして生涯残るはずです。在学中も日本人と留学生の交流するイベントが2年間を通して数えきれないくらいあることも知り、そんなことを考えていると迷いもなく入学を決めていました。FFLC に入学して良かったことについて話したいと思います。まず英語を使う機会、アウトプットする機会がものすごく増えたと思います。毎週のようにスピーチやプレゼンがありますし、掃除の時間に隣の教室に行けば海外の学生が待機してたりするので、そこで友達になったり、ロビーに降りると海外の学生がいるので英語を使って話したり、ものすごくアウトプットする機会が増えたと思います。また月に一度は必ず校外イベントがあるので、そういうものに参加して英語を使う機会を自分でも増やしました。 FFLC は英語はもちろんなんですけど、その他にもユニークな授業があり、会計の授業やビジネスの授業、株やアメリカの文化や歴史の授業、また動画制作する授業などもありました。その中でも動画を作る授業が楽しくて、自分で YouTube も始めたりしました。 FFLC では英語プラスアルファ自分の何か好きなものが見つかる場所だと思ってます。ワンオクロックに影響を受けて海外に興味を持ち始め、ここを卒業したらアメリカの大学に編入するつもりで2年間英語を勉強してきました。しかしコロナウイルスの影響でアメリカの感染者が世界で一番多くなったり、経済だったり治安の悪化、また人種差別、OPT 制度の制限などといったネガティブなニュースが流れてきました。すごくショックでしたね。そんな中、自分が思い描いた留学生活ができなくなるのではないかと思い、一旦留学という形でアメリカに行くことを断念しました。そしてある日、YouTube で東南アジアについて発信されている YouTuber さんの動画に出会いました。それまで全く興味のなかった東南アジアについて、不思議とその時興味を持ち始めたんです。タイは東南アジアの中心に位置していて、気候もすごく温暖で、現在急成長中のバンコクに自分の身を置いてみたらものすごく面白いんじゃないかと思って、気づいたらタイに決めていました。タイも世界中から人が集まるので、たくさんの面白い人に会えると思ったことや、在学中は日系企業や外資系企業でインターンしたり、実践的なビジネススキルが学べると思ったので、ランシと大学に決めました。大学に編入するためには語学力の証明が必要で、僕が入ったランシと大学では英検の準1級以上が条件です。また学校の成績や出席率も影響してきます。なので毎日しっかり授業に出ていい成績を取れることを心がけてました。今はコロナの影響でオンライン授業を受けていますが、1学期目は4つの授業を選択してます。 HR や貿易関係、セールスや国際企業論を選択して取っています。週に4日2時間ずつ受けるスタイルなので、自分のやりたいことにも時間を当てられるので、ものすごく気に入っています。タイに行く前に日本でも何か面白いことをやりたいなと思っていたので、福岡から北海道までオンライン授業を受けながらママチャリで旅をしてました。
海外に出る前に日本の美しさだったり人の温かさに触れたので、ものすごく貴重な経験でした。中でも福井県に FFLC 時代に知り合った海外の友達がいたので、実際に会いに行ってみて久しぶりに会ってきました。ものすごく会った時はやはり嬉しかったですね。日本とタイの時差は2時間しかないので、問題なくオンライン授業を受けることができました。ランシト大学を卒業後は海外で働いてみたいです。タイをはじめ東南アジアは日本人が初めて海外で働くためのファーストステップとしてものすごくいい環境だと思っています。アジアはもっともっとこれから成長していくと思うので、働くのが楽しみです。将来は自分で起業したり、ものづくりが好きなので IT 産業や映像制作に携わって、いろんなたくさんの人を楽しませれるような仕事に就きたいと思っています。 If you want to study English or interested in English, FFLC is the best school in Japan to acquire proficiency in English. You can improve your English skills and you'll be able to make friends with a lot of foreign people. Teachers are so nice and I really recommend this college for you guys.We are a global family.